ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのココです。メッセージを紹介します。質問です。ココさんは画家さんですよね。 YouTube を始めるときどんな気持ちでしたか、というコメントをいただきました。YouTube だけじゃなくて、何かをすると離れる人と続けて応援してくれる人と、なんだろう、転機になるのかな。VR 始めた時にもわーって離れる人もいたし、残ってくれる人もいたし、容姿を変わった時にもあったし、なんか要所要所であります。一番最初はファックス通信って言って、まだブログもない時代にファックスで活動報告とかしてて、それを始めた時に理解できないって言われたこともあるし、ブログを始めた時にも、なんで絵描きさんがそんなことするんですかって。そして YouTube を始める時にも、なんで YouTube なんてするんですか、恥ずかしくないんですか、絵描きさんとしてのキャリアに傷がつかないんですかっていう感じで、その YouTube を始めることで画家としてのキャリアにとか、なんかそういう意見が多かったんですね。 YouTuber みたいなことして恥ずかしくないんですかみたいな。そもそもそういう人っていうのはアートの方が上で YouTube が下みたいな、そういう発想だからそういう言葉が出るんだなって。人って発想があって発言じゃないですかね。だからそういうキャリアに傷がつかないんですか、恥ずかしくないんですかっていう人っていうのは、絵描きが上で YouTube したって思ってる人なんですよ。同業の人にも言われました。恥ずかしくないって、絵の価値落ちるよみたいな言われました。絶対絵の価値落ちるからやめときみたいな、こんな関西の人じゃなかったから関西弁ではなかったんですけど、そんな感じだったんですよ。それ以外にもね、もう本当にいろいろ言われて、やろうと思ったのに、やりたいって思ったファーストチャンネルは私のからやりたいってスタッフに言ったんですよ。で、ココアートチャンネルはスタッフ発信だったんです。スタッフが20周年を機会に、やっぱファーストチャンネルがなかなかやっぱりね、ファーストチャンネルだけやってても絵を好きな人って日本には少ないから、こっちをもっとやって来てもらいましょうみたいなことで言われて、どうしよう、でも20周年だからっていう感じで背中押されてやったっていうのあるんですけど、ファーストチャンネルはやりたいって私から言ったんですよ。でもいろいろ言われて迷って、でも最終的には迷うくらいならやろうって思いました。否定する人は、まあそのまま多分否定するだろうって。好きな人も嫌いな人も、 YouTube がなんか理解できないっていう人も、もう当時スマホが全然普及してなかったので、YouTube 見ようと思ったらパソコンが必要みたいな時代だったので、でした。まあそういうね、パソコンでしか見られないとはいえ、皆さんに YouTube やってますって、チャンネル登録お願いしますっていう風にファンの方とかコレクターさんにお願いしたら、まあ割と早く100人とかになったんですね。そうやってなんか続けていくうちに、まあそんなね、頻度はそこまでココアートチャンネルのような頻度じゃなかったんですけども、なんか個展があったら何か動画を出す、アップするっていう不定期アップロードみたいな、不定期投稿みたいな感じだったんですけれども、それでも細々とたまにそうやって続けてるうちに、共感してくれる人とか賛同してくれる人とか応援してくれる人がちょっとずつ増えてきたんですね。あ、こうやって続けてたら拒否した人もそのまま私はやっぱり無理だわみたいな人はいるんですけれども、新たな出会いというのがあるんです。やっぱり新しいところに来ると、それまで出会わなかった人が、何この人って、何こういう絵描きさんいるんだって、パソコンだけとはいえ、やっぱり早い人っていうのは YouTube を見てる時代で、もうそう、今みたいにチャンネル登録してみようみたいな文化がそこまで成熟してなかったけれども、それでもチャンネル登録したりとか、アップしたら必ず見てくれるっていう人が一人また一人って増えてきたんですね。そうやってね、なんか輪がだんだん大きくなっていった感じがします。だから、その時から、活動に関しては、やっぱり他人からどう見られてるとか、誰かからどう言われるとか、そういうことよりも、自分がワクワクできることはやろうって。自分がワクワクできないことはしない。でも、私がこんなにワクワクしたことだから、それをちゃんと説明して、分かる人には分かるんじゃないのかなと思うんですよ。だから今 NFT に挑戦してて、あんなの詐欺だよっていう人もいるんですけれども、ちゃんと私がどういう意図でやってて、
どういう進め方をするかで、どう共感してくれるかっていうことじゃないですか。だから私がこれ将来価値上がるかやりませんかって言ってたらそれ怪しいよ。なんか、そういう売り方してないもん、私は。私はこういうデジタルアートに挑戦していきたい、アナログな絵に、の種になるような、なんか全部繋がってるってちゃんと説明して、こういうふうに私はワクワクしてると。こういう未来を感じてると。これからこうやってこういうことやっていきたいと。で、それに賛同した人が応援してくれて、最初の、ライブでやったんですね。最初 NFT デビューの時に、今夜デビューしますみたいな、今から作品投稿しますみたいなことがあったんですよ。で、売れないだろうなって、あともちろんそんなね、みんながみんな賛同してくれないから売れないだろうなと思って、用意してたのが少なかったんですけど、ファッて売れたんですよ。でもっと出して、もっと出してって、逆に、ライブを見てる人から、あ、私変えてないから、出して出してってコメントが入るようになって、あ、じゃあ、あと何点か出しますねって、それもなんかすぐ売れて。あ、まだ私変えてないからって。もうその連鎖で結局一晩の間に130点売れたんですよ。え？って。NFT 冬の時代って言われてて、売れないよって言われてて、私もみんなから反対されて、バカじゃないって言われて、なのに分かってくれる人はいたんだっていうのをやっぱりやったら分かる。これやらなかったら分からなかったんだろうなって。YouTube も NFT も VR も。うん、やっぱり未知のことってやっぱり人って怖いし、でも未知のことにワクワクできる人もある一定数いるんですよ。私のような方が何人か、やっぱり私が発信してるのでこんな感じの人も集まってきてくれるんですよ。おう、わけわからないことをわけわからないまま楽しめる人がいるの。私も分かってない、まだ全然。でもそれをこの圧で喋るのじゃないよね、うん、ごめんなさい、ちょっとこの話になると熱くなっちゃって。なので、なんか質問の答えになってないと思うんですけれども、まあ YouTube 始めるときのことですよね。うん。だから何でもね、始めるときって反対されますし、賛同し、みんながみんな賛同してくれない。うん。邪魔する人もいる。妨害する人もいる。嘘を吹聴する人もいる。でも、うん。嘘を吹聴する人は消えていく。うん。みんな嘘って気づくもん。だから自分がどれだけですよね、私がどういう気持ちでやるかっていうのをちゃんと誠意を持って伝える、誠意の伝わる人っているんですよ、心が伝わる人っているんですよ、どんなに心をね込めても心の伝わらない人には伝わらない、だから話さないでって感じ。ああ、うん、はあ、ふうよ、ふうです、はあです、もふうです、あいんですもうん、だからこれからも伝わる人には伝わると思って、自分が純粋な気持ちでワクワクしてキラキラして楽しんでやっていけば、それを一緒にワクワクしてくれる仲間っていうのは必ずいる。うん、伝わらない人には伝わらなくっていいよみたいな、うん、そうなんすよ、うん、って思ってますけど、こんなので大丈夫でしょうか。これからも何かありましたら、またココアートチャンネルの方に質問コーナーとかもう用意されてるかな、まだかな、うん、そのうち質問募集動画とか作るので、できてたらそっちに書いていただけたら、もうアップされてたらぜひそちらに書いていただいて、まだアップされてなかったらもうすぐアップするので、それ待っていただいて、のそしてよの、はい、ありがとうございました。マトリックスできますか。これあと何年できるんだろう私。制作の合間にね、腹筋って言ってこうやってやるんですよ。うん。確かにね、若い時ずっとやってると若い時よりはできなくなってるな。まだできるぜ。最後は中森明菜ちゃん的に終わりますね。じゃあもう明菜ちゃん的に終わります。ありがとうございます。今日はこれでさよならだけど、あと一つだけ聞いて
欲しい。